ボディがちょっと弱い沼田ですので、ゴールに打たれます。危ない、ダウンダウンダウン。はい、こんにちは。今回は日本ボクシング史上に残る大逆転 KO を3試合紹介いたします。沼田選手は1962年のデビュー以来、精密機械と呼ばれる正確な技術を駆使して東洋2階級制覇王者となり、1967年に WBC 世界スーパーフェザー級王座に戴冠しました。世界王座を一度手放しましたが、再び世界王者となり、2階級制覇を狙うラウル・ロハスの挑戦を受けたのです。序盤は軽快な動きを見せていた沼田選手ですが、ずんぐりした体格で強打のロハスが4ラウンドにプレッシャーをかけ、しつこくボディ攻撃を仕掛けてまいります。ダウンダウンダウン。左のボディブロー。なんとか立ち上がった沼田選手ですが、再びロープ際にロハスの強打にさらされるのです。また食わった、また食わった、またコーナーに詰まった。こういうふうに上がってはダメです。危ない、またピンチ、またピンチです。チャンピオンピンチ。出なければダメです。あー、ボディ打たれた。コーナーから出ることより打たれながら芯を外し、相手の隙を探すことを沼田選手は選択しました。ロハスの連打が終わる時を狙って沼田選手は右アッパーから逆襲をかけるのです。沼田としては出たいんでありますが、足が動きません。全く大ピンチ、大ピンチです。アナウンサーは大ピンチと連呼していますが、沼田選手はロハスのパンチを凝視し、隙を狙っているようにも映ります。当時無名でした西条選手は海外遠征を行っておりました。海外遠征の最後の試合で WBA 世界フェザー級王者ラウル・ロハスに挑戦します。西条選手は15回判定で勝利し、日本人ボクサーとして初めて海外で王座を獲得し、無名ボクサーから一躍時の人となり、シンデレラボーイと呼ばれたのです。日本中の注目を集めた凱旋試合をノンタイトル戦ながら、フィリピン王者のフラッシュ・ベサンデと戦います。幸先の良いスタートを切った西条選手ですが、2ラウンドからベサンデのサウスポーからの思い切りの良い攻撃をもらい、何度もダウンを喫します。勢いに乗るベサンデは左をブンブン振り回し、
4ラウンドにも強烈にヒットさせます。7ラウンドもベサンデが猛打を振るってきます。そして今度は右フックをもらい、西条選手はまたもや崩れます。4度もダウンを喫しピンチの連続だった西条選手ですが、8ラウンドに入るとタイミングのいい強烈な右をヒットさせます。反撃ののろしを上げた西条選手は得意の連打を畳みかけ、さらにダウンを奪います。このラウンド2度のダウンを奪った西条選手はスピードのある連打でこの戦いに終止符を打ちます。1970年10月に大場選手は WBA 世界フライ級王座に挑戦いたしました。当時はライトフライ級もミニマム級もなかったので、フライ級で世界王者になることは今以上に困難でした。大場選手は4度目の防衛戦で最強の挑戦者と言われたオーランド・アモレスを迎えますが、最強の挑戦者の荒々しい左フックで初回からダウンを奪われたのです。大場選手はハードトレーニングでスタミナと回復力が抜群なので、すぐに反撃を開始し第2ラウンドにダウンを奪い返します。大場選手の素晴らしい右ストレートがヒットし、褐色の弾丸アモレスがひるみ、そこから大場選手が怒涛のラッシュを敢行します。第1ラウンドにダウンを奪われた大場選手はダウンの時に右足を捻挫したので、足が効かない状態でこの後戦わなければいけなくなりました。5ラウンドにもチャチャイの右がヒットし、依然大場選手は苦しい展開です。大場選手は第1ラウンドのダウンのダメージがまだ残っているようです。8ラウンドに入り、ようやく足が回復してきた大場選手はこのラウンド猛攻を見せます。さあどうか、中井も打ち返します。いい今のコンビネーションね、あれは良かったですね。大場攻撃、激しい攻撃、これがいいんですよね。大場ラッシュ、大場ラッシュ、大場ラッシュ、大場選手に11ラウンドも大場選手は猛攻を仕掛けます。解説席にいる小林博史チャンピオンから大場選手にボディを狙いの合図が送られてます。チャチャイもカウンターを狙っています。これは入った、これは入った、これは入りました。迎えた12ラウンド、大場選手はチャチャイに猛然と襲いかかります。